高校時代、部活熱心だった僕は大学に入って初めてアルバイトを始めました。おしゃれなカフェでのアルバイト、ずっと憧れだったのですが。あ、お待たせしました。あいつまたオーダーミスしたんですか。あ、いやいや、さっきなんかめっちゃ落ち込んでるなと思って。勤務5日目の今日、土曜日ということもあって店内は賑わっていました。すいません、お待たせいたしました。こちらがオレンジジュースですね。あ、違いますか。あ、申し訳ないです。アイスコーヒー、あ、しまいはすぐ持ってきますね。すいません、ちょっと申し訳ございません。ミスばっかりだった。周りの人にも迷惑をかけてしまい、絶対に怒られる、そう思っていたその時でした。太郎ちゃん、またミスしたんだって。あ、はい、すいませんやったじゃん。え、先輩から思いもよらぬ言葉が返ってきました。今日のミスは経験じゃん。いや、店長いろいろ言ってたけど、今日はミスできたラッキー、それでいいから。あ、ありがとうございます。モヤモヤがだんだんと晴れていきました。ほら笑えって。合体合体、ちょっと言ってごらん。うーみ、あのテンションは少し苦手ですが、この先輩がいてくれてよかったなって思いました。はいはいはい、早く片付けて帰ろうぜ。はい、みんなも帰りますよ。ありがとうございます。さーてと、明日も頑張りますか。